それでは8本目の対決に参りたいと思います。8本目の対決は何ですか？演技対決。これ何ですかこれ？どうやるんですか？はい、この収録日にですね、日本映画山崎隆監督のゴジラマイナスワンが見事アカデミー賞視覚効果賞を取りました。 おめでとうございますということでですね、今後もちろん山田君もですね、演技の方に力を入れていきたいということを伺いましたので。言ってないです。番長も演技の方に力を入れていきたいということをですね伺いましたので。はい、そうなんですか。入れていきたいです。お二人に演技対決をしていただきます。演技対決？ここで？はい、目の前にゴジラが現れましたよ。あまりの恐怖で腰が抜けてしまい逃げることができません。それでも這いつくばりながら逃げようとしています。さあ、ゴジラが目の前に迫りました。一言お願いします。それでは演技対決、ゴジラが来ました、スタート。わでかすぎる。それでは続いてインチキ番長の演技です。よーい、スタート。本物。はい、それではスタッフが、どちらの演技がより優れていたか、採点させていただきます。多数決です。はい、山名くんの演技が良かったと思う人、手を挙げてください。2人ね。はい、ということで2対0で山名くんの演技が優れていたことになりました。ということで8番目の演技勝負は、演技対決は山名くんの勝ちです。靴剥ぎ取り対決。